さんこんにちは。今日ね、公立試験が最後に発表になったわけですよね。で、今度はこれから皆さんが勉強しなければいかんって話になったわけです。順番はね、これからって話になるわけですから、しっかりとやりましょう。じゃあこの中で何をやっていくかっていう点ですよね。で、まず、担当免除の方で、そうなるとどうしてもね、担当やられるので論文だけになっちゃうんですね。だからこれは極めてまずいわけですよ。で、ミニシミで分かってると思うんですね。問題見て回答がありませんでした、あるいは上がったんだけど間違っていたって話になると受かりませんよね、実際上。で、これに対して1回で分かる方もいらっしゃるわけでしょう。どう違うか、きっとね、数年やってる方の方がちゃんと勉強やってるはずなんですよ。だけど、合否では逆になってしまってるってことも結構ありますよね。どこ違うかって言ったんですよね。で、これは担当知識が落ちちゃったってことでしょうね。今の試験は1番に書いてあるように昔の論文と違うんだよね。で、昔はこの書いた通り、なぜ論文と言うんでしょうということだよね。で、これ昔は習ってたんですけど、こう言われてました。で、論文って論点書く、だから論文と言うんだって言ってるんですね。そして論文論点について論述をちゃんとするんです、だから論文と言うんだと習いましたね。さらに論旨をちゃんと書くには論旨まあ、順番ですね。で、これも含めて書くから論文というんだ。確かにこう書いてもらいたいです。もしこう書くんだったら相当で受かるでしょうね。80とか90取るんじゃないでしょうか。でも今は違いますよね。受かればいいでしょう。だったら今の試験って担当に結構似ていますよね。だから今の試験ってまず問題見てちゃんと回答あげましょう。これができてるんだったら多分前に言ってるように 50% 受かるでしょうね。でもこれ間違っちゃうんだよね。それプラス簡単な説明書きが受かりますよね。これもちゃんと書けないから多分撃沈となるんでしょうね。で、そういった意味では何をちゃんとやるのか、で、論文の勉強ってどうなのかな、やって客観的に分かりますかね。自分ってちゃんと力がついたんだぞ、どうでしょうね、去年と違ってできるようになったんだぞ、違うんでしょう、なかなか分かりにくいでしょう。だけど担当は明確に分かりますよね。ただ、さっき言ったように最近の論文試験って担当に近いんだよね。で、本当は一応試験って39以上受かれたら受かるわけですよ。で、39から42の点数、6割5分が並ぶんですよ、7割ね。で、これは自学でもなんとかなるんでしょうね。だけどこれではなかなか論文パッとこれだけで受からないんですね。だから論文の講座に行ってなんかプラスアルファやるんでしょう。結構お金かかって時間かかるわけですね。で、これに対して担当が48以上、これ極めて難しいですよ。だけどもし取れたって話になるならば相当勉強をやってるんですよね。ないしは場面想定能力、ないしはあるいはいろんな問題についてパッとね処理ができるんでしょうね。だからここまで行くんですよ。ただこれ行くのはなかなか自学ではこれ難しいんですね。受かればいいわけではない。やっぱ48ぐらい取らないとパッとこれ出た瞬間に業務に結びつかないってことになるわけです。48を取るんだったら多分担当だけで 50から30% 論文で受かる可能性実はありますよ今。でもこれができるようになるためにはどうしたらいいか、担当くるくる回しましたよ、10年分10回100回でもね。だけどなかなか1番の通りの点数に終わってしまうんですね。多面的になかなか自分で想定できないんでしょう。だから何をやるかというと、そこですってメソッドを使ってやっていくんだぞってことが本当になるんです。これ一番いい勉強の仕方なんだけど、あまりやっていないですよね、予備校なんかでね。ぜひやるべきなんですよ。で、これをやることによって、点数を取れるんだ、これ一応実証なんですね。で、これによって数年前からずっとできない人を作ってきました。ぜひこれやろうかなと思っていまして、ただね、見たことがないって方いらっしゃるんだよね。だから今回は5月1日と3日になりますかね、担当系になるんですけど、4項目についてだけやってみようかなと思っています。で、こうやって担当で勉強するんだ、ないしは論文についてもこうやって見るんだって流れになりますので、この契機にちゃんとやってもらいたいんですね。4回だけやって受かるようになるわけではないでしょう。これ身につけてもらいたいのは勉強しようがなんだよね。これぜひやってもらいたいなと思っております。そうなると、担当、あと残った数か月、2ヶ月間の間に何をやるか、どうやって勉強すればよかったんだと分かりますからね。で、これは強いては、論文の試験につながるんだってことになりますので、ぜひね、受けてもらってもいいのかなと思っております。